くり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサ、ちょっと大変よ。どうしたんだよ、いきなり慌てすぎだろ。あのビッグフットの正体が、調査されていたんですって。私そんなこと全然知らなかったわよ。ああ、ビッグフットの正体か、霊夢、知らなかったんだな。それじゃあマリサは知っていたっていうの？知っていたぜ。結構前に FBI がビッグフットの調査を行っていたみたいでな。FBI まで動いていただなんて、国家レベルの調査じゃない。すごいわねー。せっかくビッグフットの話題になったわけだし、今回はその話をしていこうかな。それじゃあ、今回はビッグフットの調査結果とその正体について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。もはや世界的に有名な未確認生物だし、ビッグフットの説明はいらないと思うが。でもまあ、わからない部分もあるし、一応説明してちょうだいよ。わかったぜ。ビッグフットとは、アメリカでたびたび目撃される、類人猿型の未確認生物だぜ。身長は2メートルを超えていて、体重は200から350キロほどあると言われている。類人猿型というだけあり、二足歩行ができ、歩幅は1メートルほど。足跡はかなり大きく、そのサイズは47センチほどもあるんだとか。でかすぎでしょ、2メートルの人の足跡でもそんなサイズにはならないと思うわよ。そうだな、だから身長よりも、体格の方に注目した方がいいと思うぜ。全身は褐色、または灰色の毛で覆われていて、顔には毛が生えていないそうだ。さらに鼻が低くなっていて、目は落ちくぼんでいる。そして、人間と違い風呂に入る習慣がないからか、強烈な体臭を放っているんだとか。うへぇ、強烈な体臭って、あんまり近づきたくないわ。野生の動物であれば少なからず獣臭さがあるものだが、おそらく2メートルサイズの生き物だから。その分放っている体臭も多いんだと思うぜ。ビッグフットの存在は昔から確認されていたようで、なんとアメリカの先住民が語り継いでいる存在なんだ。ほほう、先住民が知っている存在なんだ。それならある程度、存在の説得力があるわねー。ちなみに、先住民たちの間で呼び名は違い、サスクワッチとか、サスカッチなんて呼び方を、していたみたいだぜ。そして先住民の間では、ビッグフットは神聖な生き物として扱われていたそうだ。へえ、こんな大きくて怖そうな生き物が神聖な生き物だったんだ。ネイティブアメリカンは基本的に動物に対して神聖な何かを感じる人々だったそうだ。ちなみに、先住民が呼んでいたサスカッチという名は人に似た動物、という意味だったそうだぜ。わぁ、それじゃあやっぱり見間違いじゃなくて、本当にいた可能性が高そうねー。さて、ビッグフットが世界的に有名になったのには、当然ながら理由がある。それは何だと思う？目撃情報が多かったから、かしら。正解だ。ビッグフットはその目撃情報や、一度に起きた出来事の凄さから、世界的に有名になったんだぜ。まず最初に起きた事件としては1924年、ワシントン州のエイプキャニオンにて、炭鉱夫たちの間に、ビッグフットが現れたそうだ。そんな突然現れるものなんだ。ビッグフットは男の一人に襲いかかったが、すかさず仲間がビッグフットに対して発砲した。するとビッグフットは倒れて、そのまま、でしまったらしいぜ。だの、そんな簡単に、でも、これで標本が手に入ったと思えば、そう考えることができればいいんだけどな、恐ろしい出来事が起きたのは、その日の夜なんだ。恐ろしい出来事って、一体何が起きたの？夜になって、炭鉱夫たちが小屋で休んでいると、ビッグフットが群れをなして、小屋に攻め込んできたんだ。そんなことがあり得るの？ビッグフットたちは小屋の近くにあった丸太を掴んで、ドアや屋根を壊そうとしてきたらしい。炭鉱夫たちは銃を撃って応戦したが、ビッグフットは逃げ出すことなく、ドアや屋根を壊そうと何度も攻撃してきた。その騒動は明け方まで続いたそうだが、炭鉱夫たちはついに、ビッグフットの恐怖に勝てず、小屋から逃げ出したんだとか。それ、まさか作り話じゃないわよねー。本当のこととは思えないんだけど。この襲撃の体験者が、生き残った後も当時のことを詳しく話しているんだ。話の詳細を語ると長くなるから、興味がある人はこの人物の話をよく読んでみるといいぜ。名前はフレッド・ベックさんだ。そこまで言うんだったら、確かに本当にあった出来事のように思えてくるわねー。それだけじゃないぜ。1940年、ネバダ州にて身長 2.4 メートルある巨大な、ビッグフットが現れて、牧場を襲ったそうだ。当時のウフの妻と子供がいたそうだが、二人は得体の知れない化け物に出くわして、一目散に逃げ出したんだとか。うわぁ、怖かったでしょうね。自分より大きい人型の化け物が、迫ってきたわけだから。
事件当時は夜だったそうで、明け方に戻ってみると、家の周りには大きな足跡が残っていて、さらに魚の入った塩漬けの樽はひっくり返され、中身が散らかっている状態だったそうだ。どうやら、その魚を食べたんじゃないかと見られているな。なんとか人間が襲われなくてよかったけど、ビッグフットが獰猛な生き物だってことはわかったわ。どこが神聖な生き物よ、思いっきり人間に対して攻撃的じゃない。そうだな、さらに1958年、カリフォルニア州にてトラック運転手が泥の中にある大きな足跡を見つけ、それを石膏で型を取り、その様子を写真に収めたそうだ。なるほど、それで足の大きさまでわかるようになったってわけね。足跡の写真が新聞で掲載された途端、アメリカ各地でビッグフットに関する目撃情報が爆発的に増えたそうだ。まあ、面白半分で報告している人もいただろうが、実際に目撃した人も結構いたと考えられているぜ。でも、ここまでの話を聞いて、面白いことがわかったわね。ビッグフットは仲間意識があって、仲間が襲われた時には、その復讐をするくらい、心があるってこと。そうだな。霊長類や哺乳類にはよくある傾向だが、仲間が罠にかかったりした時には、逃げずに仲間を助けようとする行動が見られるというデータもある。ビッグフットも霊に漏れず、仲間思いで仲間を助ける傾向があるってことだな。そう思うとなんだかいい生き物のようにも思えるけど、人間を襲ってくる以上やっぱり無視はできないわよね。まあそうだな。そしてそのビッグフットだが、1967年に、あるビッグニュースが舞い込んでくるんだ。ビッグニュース？そのビッグニュースとは、元カウボーイの男二人が、カリフォルニア州の山で、ビッグフットの探索中に、メスのビッグフットに遭遇し、さらに映像の撮影まで成功したというものだ。え、もしかしてそれって、そう、冒頭でも見せて、世界的に有名になったビッグフットの写真だぜ。これ、その時のものだったんだ。この映像は撮影者二人の名前にちなんで、パターソン・ギムリンフィルムと呼ばれるようになった。YouTube に少し編集されたものだが、当時の映像が投稿されていたから、見せてみるぜ。うわぁ、本当に動いてるわ。それに、こっちを確認するように振り向く動作もある。そう、これだけ鮮明にビッグフットの生きている様子を撮影したのは世界初であり、かなりの話題を呼ぶものとなっていたんだぜ。すごいわ、確かにこれなら、話題になって当然よ。しかし、この映像に関しては、後に長身の男性が着ぐるみを着て、ビッグフットを演じた、とメディアで告白したことが明らかになっているんだぜ。せっかくのビッグフットの証拠映像なのに、まさかそんな嘘をついていたなんて、どうしてみんなそうやって嘘をつくのかしら、話題になりたいからって、嘘をつくのは一番良くないわ。まあ、言いたいことはわかるんだが、話はもう少し続くんだぜ、霊夢。雑誌ムーの編集長によると、ビッグフットを演じていたという告白は、本人から嘘だったと、後に証言されている、ということらしいんだ。何それ、着ぐるみを着ていたっていうのが嘘ってこと？そうだ。本物の獣人が映っていて、さらにその体つきや、胸部分の乳房の様子から、メスなのではないか、という考察まですることができると考えられるようになった。すごいどんでん返しになってきたわね、まさかそんなことがあるなんて。とは言っても、撮影者側からは、それは嘘だという話も出てきていて、一体どっちが嘘をついているのか、わからなくなっているのが現状なんだそうだ。それじゃあもはや迷宮入りって感じになっちゃうんじゃないの？まあ、実際そうだろうな。しかし、ビッグフット研究の第一人者によると、あのビッグフットは捏造ではなく、本物のビッグフットであると言われているぜ。おお、ビッグフットの専門家がそこまで言うなんて、それじゃあ本当に、ビッグフットは、実在するのかもしれないわねー。ビッグフットの目撃情報で、世間にどれだけインパクトを与えたかは大体わかったけど、それじゃあ肝心の調査はどうやって行ったのよ？ああそうだな、今回のメインテーマはあのビッグフットの調査だからな。これまで数多くの話題を呼び、もはや知らない人はいないほどの存在になったビッグフット。そこまでの話題になったとあれば、それなりの機関も動くようなことになったんだろうな。FBI まで出てきて、調査を行うことになったんだからな。まあでも、確かに素人さんが調べるよりも、国が調べた方が正確にわかることがありそうだしね。そうだな。そして1976年、とある調査が行われた。ビッグフットのものとおぼしき体毛を、FBI に調査してもらったというものだ。おお、体毛、そんなものあったんだ。どうやら、テレビ番組が当時ビッグフットを追いかけていて、その時に採取したものらしい。番組側はその体毛を FBI に送り、その体毛の分析を依頼した。そして1977年、体毛のサンプルを調査した結果が報告されたらしい。調査方法は光学顕微鏡などの精密機器を使用した、専門的なものだったそうだ。それで、調査の結果は出たんでしょう。その体毛は、ビッグフットのものだったの。
調査の結果だが、体毛のサンプルは、鹿の一種のものである、という結論が出たそうだ。鹿、ビッグフットじゃなくて、まあ、テレビが採取した体毛のサンプルも、本当にビッグフットのものである、と、確信していたわけではないだろうし、こういう結果になるのは仕方ないと思うぜ。そんな、もしかしたら、世紀の大発見になるかもしれなかったのに、確かにビッグフットのものではなくて残念だったが、今回の一件は、大きな反響を呼んだんだぜ。どうしてよ、偽物だと分かって、世間が笑い物にしたってこと？そうじゃない、FBI が真剣にビッグフットの正体を探っていることが分かったってことだよ。FBI っていうのは基本的に、犯罪捜査に関して法執行機関に物理的証拠を提供するために、調査活動を行っているというのが主な役割なんだぜ。それなのに、今回例外として科学的調査のために、ビッグフットの調査を引き受けてくれたんだ。FBI を使えばビッグフットの正体がわかるかもしれないという話になってきたわけだ。確かに、今までだったら門前払いを食らうかも、と思っていたけど、今回の一件で、FBI を頼ることができると判明したわけだからね。でも、今回は本当に残念な結果になったわね。私は新種の類人猿という結論でも出るかと思っていたんだけど、まあ、その説は確かに出されてはいるな。他にも、ギガントピテクスという、地球史上最大の類人猿の生き残りではないか、とする説も囁かれているくらいだし。なんとかして、ビッグフットの正体を判明させてもらいたいところだわ。実はな霊夢、これは FBI の調査結果ではないんだが、とある仮説が立てられているんだよ。とある仮説？どういうもの？ビッグフットはもしかしたら、二足歩行をしているクマなんじゃないか？という仮説だ。はぁ、ちょっと待ってマリサ、クマが二足歩行なんてするはずないじゃない。いつも四足歩行をしているところしか見たことないわよ。まあそう言いたくなるのはわかるんだが、この仮説を裏付ける、あるデータがあるそうなんだ。あるデータ？それは、アメリカグマが多い地域に限って、ビッグフットの目撃情報が多い、というものだ。どうやらアメリカグマ900頭につき、ビッグフットの目撃情報が1増えると言われている。何それ、それじゃあアメリカグマがビッグフットの正体だとでも言うつもり？まだ断定はできないが、その可能性は高いかもしれないな。でもちょっと待ってよ、アメリカグマが二足歩行するなんて考えづらいんだけど。そうか？それじゃあこの画像を見てもらおうかな。あれ？これって、アメリカグマ。そうだぜ。アメリカグマが普通に後ろ足で立っている様子だ。この2頭はそのままスタスタと歩き始めたそうだぜ。いやいやいや、そんなことあり得るわけないわよ。そうか？じゃあこの動画を見てもらおうか。当たり前のように、二足歩行してる。そう、クマは二足歩行できるんだよ。この動画ではっきりとわかっただろう。こんな調子で歩かれてちゃ、確かにビッグフットを勘違いすることもあるかもしれないわ。でもちょっと待って、それじゃあどうして普段は四足歩行をしているの？使い分けしている理由がわからないわ。クマが二足歩行をする理由は様々なようだが、一番大きな理由としては、前足を怪我している可能性がある、ということだな。前足を怪我していると、歩くときに痛いから、それを守るために、二足歩行をするんだ。なるほど、それなら確かに理にかなっているわ。他にも、周囲を見渡すときにも二足歩行をすると言われているぜ。ただ、この場合は背を伸ばして辺りを見回し、獲物がいないか、危険が迫っていないか、確認することが目的だから、そこまで長い距離を歩くことはないようだ。そうなんだ、じゃあ、長距離を二足歩行するときは、主に怪我をしているのが理由になるわけね。そういうことだな。本来なら、四足歩行をした方がクマも、素早く動くことができるわけだから、二足歩行は本意ではないと思うぜ。これで、アメリカグマがビッグフットではないか、という仮説が出たのも納得できるだろう？うん、納得できてしまったわ。不本意だけどね。さて、それを踏まえた上で次なるビッグフットの調査の話をしようか。あら、他にもビッグフットを調査した記録があるってこと？あるぜ。オックスフォード大学の教授と、スイス州立動物博物館の学者が研究チームを作り、ヒマラヤ山脈で採取された、イエティとおぼしき生き物の毛髪資料と、ロッキー山脈で採取されたビッグフットとおぼしき生物の毛髪資料を調査することになったそうだ。おお、なんだか今回のはやけに本格的ね。これなら調査結果も期待できるかしら。本格的なのは研究チームのメンツだけじゃない。FBI が調査した時代は光学顕微鏡くらいしかなかったが、今回は21世紀に入ってからの調査になったから、使った方法は、DNA 調査だ。DNA 調査？ DNA 解析を行うことによって、その毛髪の生き物が何なのか、正体がわかるというわけだな。そもそも、今回この研究チームが発足したのは、研究員たちが、ビッグフットとイエティに、興味を抱いたかららしい。ありがたいわね、お忙しいでしょうに、そんなことに興味を持ってもらえるなんて。
研究員の意見としては、未確認生物が存在しないとは断定はできないが、未確認生物が存在するという、証拠がないのも事実だ、ということだ。だから今回の毛髪資料を調査して、明確な証拠となるかどうかを知りたかった。というのが実験の目的の一つみたいだな。一つ、ってことは、他にも何か目的があるってこと？ああ、研究員たちは、ヒマラヤで目撃情報が相次いでいるイエティについて、正体がネアンデルタール人なのではないか、という説に興味を抱いていたらしい。ね、ネアンデルタール、昔絶滅した、人の祖先よね。そんなところに興味を持つなんて、やっぱり研究員って変わってるのかしら。いや、未知の存在に興味を抱くというのは、人間としてごく自然のことだと思うぜ。それに、今まで存在しないと思われていたものが、本当は存在していたってことは世界中でよく起こる。例えば、シーラカンスとかカブトガニとか、絶滅したと思われていた生き物が、ほぼ当時の姿のまま現在でも生き続けているなんて、研究者たちからしたら驚きだぜ。なるほど、それじゃあ本当に存在しないかどうかは、ちゃんと調査をするまではわからないと。そういうことだな。他にも研究員は、未確認生物の存在を提唱する人たちが、公平な立場で扱われていないと感じていたことが多いらしいぜ。ほう、どういうこと？未確認生物を信じる人っていうのは、どうしても少数派になりがちで、どんなに話をしても信じてもらえない、という状況がずっと続いているってことだろうな。そこで研究員たちは、科学的見地から未確認生物の存在の有無を証明しよう、という考えに至ったそうだ。はぁ、科学者って本当に考えてることが小難しいわねー。さて、そんなわけで研究チームは、イエティや、ビッグフットだと言われる30件の、毛髪資料を調べたそうなんだが、その結果分かったことは、な、なに、もったいぶってないで、早く教えてよ。毛髪資料は、熊や馬、山嵐のものばかりで、新種の霊長類のものは一つも確認されなかった。未確認生物のものは、一つもなかったってことだ。そんな、イエティ、ビッグフット、存在が否定されちゃったってこと？残念ながら、そういうことになるな。嘘よ、ビッグフットはきっといるわよ。だって映像があったわけじゃない。とは言っても、科学的には存在はしないということが分かってしまったわけだ。しかし、ヒマラヤ山脈で発見されたイエティのものと思われる毛髪資料の DNA には、10万年前のホッキョクグマと同じ遺伝情報があったとされている。これはこれで大きな発見だと考えられているぜ。それは確かにすごいことだとは思うけど、私はイエティやビッグフットの DNA が良かったの。まあ確かにそうだろうな。ちなみに、ビッグフットとおぼしき毛髪資料の中には、最初の目撃情報の中で、炭鉱夫が仕留めたとされている当時の毛髪も、含まれていたと言われているぜ。え、あの、炭鉱の小屋が集団で襲われたっていうあの事件の時の。そうだ、しかしその毛髪すらも、アメリカクロクマの DNA が含まれていると結論付けられていて、ビッグフットのものではない、という結論が出されていたんだ。そんな、それじゃあやっぱり、ビッグフットは存在しないって結論になるじゃない。残念ながら、今回の調査結果では、そういう話になるな。しかし、これで 100% ビッグフットが存在しないと決まったわけではないぜ。え？なんで？だってさっきそう言ってたじゃない。確かに、今回の資料の中にはイエティやビッグフットのものとされる毛髪はなかったが、他にも探せば、可能性のあるものは発見されるかもしれないだろう。そうか、なるほど、確かに、山の中をそこら中探せば、証拠になりそうな毛髪は出てくるかもしれないわね。そういうことだ。もちろん毛髪を探すだけでもかなりの時間を要するし、そこからさらに一つ一つ調査を行うとなれば、時間も費用もかなりかかることになる。わざわざそんなことをしてくれる研究チームがこれから先出てくるかという問題もある。そっか、でも、ビッグフットやイエティの存在証明になるんだったら、多少お金がかかっても、やりたいっていう人はいそうな気がするわね。そうだろう？だからまだ諦めるのは早い。これから先、少しずつ調査が進むかもしれないぜ。でも待って、それじゃあ映像が撮られていたビッグフット。あれはどう説明するの？あれか、今回の科学的な調査のことを踏まえると、着ぐるみ説が一番有力になってしまうんだが。そんな、でも着ぐるみだっていうのが嘘っていう話になってたじゃない。確かにそうなんだよ。だからいまいち、あのビッグフットの扱いはどうすればいいか、わかっていないというのが現状なんだぜ。わかっていないって、あんなの、どう見ても熊ではないわよ。こっちを振り向いていたし、腕を振りながら歩いていたじゃない？熊が二足歩行で歩くときは、腕を前にしてひょこひょこ歩いていたように見えるから、ビッグフットの歩き方とは違うわ。おお、霊夢が珍しく説得力のある反論をしている。世界的に有名な未確認生物の存在が、こんな簡単に否定されたのが悔しいのよ。だから、私がビッグフットの存在を証明してやるの。
その意気込みは立派だと思うぜ。それじゃあ最後に、アイダホ州に現れた、ビッグフットの映像を見せておこうかな。え、まだビッグフットが現れたの？ああ、長い動画だから歩いている部分だけ見てもらえればいいんだが、アイダホ州で、最初に見せたビッグフットとほぼ同じ見た目の個体が現れたんだ。やっぱりこうしてみると、とてもクマには見えない、という意見もうなずけるぜ。ほらやっぱり、それじゃあビッグフットはクマじゃないってことがわかったわね。しかしなぁ、こんなにゆったり歩いているなら、もっと目撃情報があっていいと思うし、捕獲することだってそんなに難しくはないと思うんだよ。それなのに今まで捕獲された記録はない。銃で仕留めたというビッグフットの、体も、現在はどうなっているのかわからない状態だしな。でもねぇ、着ぐるみだっていうのは少し早計というか、単純すぎると思うのよ。っていうか、着ぐるみだったらもう少し動きが着ぐるみっぽくなる気がするし。それは確かに言えているが、もしかしたら、プロが作った着ぐるみかもしれないぜ。でもやっぱり着ぐるみじゃないわよ。わざわざそんなことしてまで目立とうとする人なんて、いるはずがないわ。何にしても断定できる話ではないな。しかし現状で言えることとしては、ビッグフットは科学的調査の上では、実在しないということになっている。しかしそれはあくまでも今回発見された資料に、基づいた結果であり、より多くの資料を用意することができれば、結果が覆ることもあるだろう、という状況になっているかな。あと、映像で確認されたビッグフットは、少なくとも熊の見た目はしていないって話も、そうだな、あれの正体が何なのかも、今後しっかりと調査されていけばいいよな。でも、こんな大規模な調査がされて、FBI まで介入してくる事態になってるんだから、やっぱりビッグフットやイエティの正体って、世界中の人が気になってる話なんじゃないかしら。まあ、それはそうと言えるだろうな。ネッシーに並ぶほど有名な未確認生物だと思うし、その正体を知りたいと思う人は、世界中にいるだろうぜ。でもそれならやっぱり、できるだけ未知の生物が正体であってほしいわよ。多くの人がそう望んでると思うわ。まあまあ、きっとこれから先時代が進んでいけば、調査方法もどんどん進歩していって、ビッグフットの正体が断定できるような方法も見つかっていくと思うぜ。マリサ、そういうのは、いつまでも待っているものじゃなくて、作るものよ。は？私たちで、正体が判明できるようなすごい調査方法を発明しようじゃないの。霊夢、そう言ってるがお前、自分で何かするつもりは全くないんだろう？うん、ということでマリサ、未確認生物の正体がわかるような発明、作って、どうせそんなことだろうと思っていたぜ。まあ、すごく長い時間をかければ、いずれはそういうものも作れるかもしれないけどな。そんなわけで今日。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、つまんないの。どうした霊夢？珍しく落ち込んでいるじゃないか。あーマリサ、ちょっと最近面白いことがなくてねー。未確認生物の図鑑を読み漁っているんだけど、このネッシー、偽物だったってことが書かれてるじゃない。だから面白くないなーと思って。あーネッシーか。確かにネッシーは偽物だったという情報が出回って、その存在は、ブームが去ると同時に忘れられていってしまったよな。ネッシーといえば、未確認生物の代表みたいなところがあるじゃない？できれば実在してて欲しかったわー。ほほう霊夢。それじゃあ最新の研究で明らかになったネッシーの正体を説明していこうか。それじゃあ、今回は最新 DNA 調査で正体が判明した未確認生物ネッシーについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。ちょっと待ってよマリサ、ネッシーは実は捏造だったっていう情報が出回っていたでしょ？確かにな。1993年、写真の捏造が報じられ、ネッシーは未確認生物ではなく、偽物の存在であると、世間では認知されてしまった。それがネッシーブームを下げていくきっかけにも、なったわけなんだけどな。ほらやっぱりそうじゃない。ネッシーが偽物だとわかった時は、すごく悲しかったわ。しかしな霊夢。その後も写真は捏造だと言われたのはネッシーを守るためだとか、捏造とは思えない写真の証拠などが挙げられ、ネッシーは実在すると信じる派閥は残り続けたんだぜ。まあ、気持ちはわかるわよ。私だってネッシーは実在していてほしいし、だけど、世間的に見たらネッシーはもういないでしょ？だからいつまでも夢を見ていたら。しかしだ、ネッシーをその後も熱心に研究する人たちは世界中にいたんだぜ。ネッシーを熱心に研究、存在しない生き物にどうしてそこまで真剣になれるのかしら。そうだな。それじゃあまず、ネッシーは存在が否定されたわけではない。という話からしようか。存在が否定されてないってどういうことよ？だってネッシーは偽物だって言われたんでしょう？捏造だと言われた写真は知っているか？霊夢。知らないけど、
どれのことかしら。この写真が、最も有名なネッシーの写真なわけなんだが、この写真が捏造されたものだと、言われたのがネッシーブームが下がったきっかけだぜ。ああ、確かに見たことあるわ。そっか、これが捏造だと言われたのね。おもちゃの潜水艦に、ネッシーの首から上の模型をくっつけて浮かしていたらしいぜ。ちょうどこんな感じになっていたらしいな。多くの人がこの写真を信じただけに、やっぱり裏切られた感があるわね。しかしだな、霊夢、これに関しては少し誤解がある。え？誤解？ネッシーの形がどうなっているか、それは誰にもわかっていない話なんだよ。ああ、言われてみれば確かに。でも、プレシオサウルスなんじゃないかとは言われていたでしょう？言われているだけで、本当にそんな形をしているかは誰にもわからないんだよ。そりゃあそういえばそうなるでしょう。実在が確認されたわけじゃないんだから。つまりだ、ネッシーはプレシオサウルスの形をしているわけではなく、もっと別の生物の形を、している可能性があるってことなんだよ。なんてこと、もしその話が本当なら、みんなのネッシーのイメージが大きく変わるわ。でも、別の生物の形をしてるって、例えばどんな形をしているの？そうだな。一つ例を挙げるとしたら、ダーリーモンスターが噂されたな。ダーリーモンスター？ダーリーモンスターは、学名をタリモンスとグレガリウムという、プリモンスプルムという属の生物になるぜ。あ、なんか見たことあるわよ。このおかしな口の形。そうだな。ダーリーモンスターは実に奇妙な形をしていて、とてつもなく長い口吻がついているのが、特徴なんだ。口の先はハサミのように二股に開き、さらに尖った歯が並んでいるのも面白い。でも、これがネッシーの本当の正体だっていうの？これも古代生物なんでしょ？そうだな。しかし、もしも水面から出ていたのがこの生物の長い口吻だったとしたら、もしかしたら見間違える可能性もあるだろう。しかしまあ、その説を否定するとしたら、ダーリーモンスターのサイズの話が出てくるかな。サイズ？ネッシーのサイズはおよそ10メートルはあると考えられているわけだが、ダーリーモンスターのサイズは最大でも35センチ。現代に合わせて体の大きさが変化した、と考えることも、できなくはないだろうが、いくらなんでも35センチが10メートルになるなんて何億年かけてもなかなかない。確かに興奮の形は面白いし、これがネッシーの正体だとしたら、それはそれで世間は驚くんだろうが、ダーリーモンスターがネッシーの正体というのは、あまりないんじゃないかと考えられているぜ。なんだそうなの。でも、この子はこの子で面白い生物だってことがわかったから、ネッシーじゃないとしても、どこかの海で生きててほしいわね。さて、ダーリーモンスターの話はちょっとしたジョークの一環なわけだが、ここからは本当に真面目な話をしていくことにするぜ。ほほう、それじゃあ本当にネッシーの正体を解析した学者さんたちの意見が聞けるのね。そうだぜ。なんでも学者さんたちは、eDNA というものを調べて、ネッシーの特定を試みたらしいんだ。eDNA？ 普通の DNA とは違うってこと？基本的には同じだが、E というのはエンバイロメンタル、つまり環境を意味している。eDNA というのは、その土地に残っている DNA の総称のことを言うんだぜ。難しくてよくわかんないんだけど、つまりどういうことなのよ？要するにだ、ネッシーはネスコで発見された生物だから、ネスコに残っている eDNA を解析すれば、そこにどんな生物がいるのかがわかるってことだよ。なるほど、じゃあネッシー自体を調査するんじゃなくて、ネスコの痕跡を調べるってことなのね。そういうことだな。というわけで、研究者たちはネスコの数百箇所から DNA のサンプルを取って、どんな生き物が生息しているのかを調べ始めた。その結果、とんでもないことがわかったんだぜ。とんでもないこと？もしかして、本当にネッシーの DNA が見つかったんじゃ。いや、その逆だぜ。え？正体不明の生物の DNA は一切出てこなかったんだ。つまり、ネスコに未確認生物はいないってことになる。せっかく調査したのに、一切いないなんてことある？もっとちゃんと、サンプルを採取した方がいいんじゃないの？数百箇所からサンプルを取り、その全てを調べたんだ。これ以上採取しても無駄だと思うぜ。そんな、それじゃあ、ネッシーはいないってことが結論付けられてしまったじゃないの。そういうことになるな。ネスコに恐竜や古代生物の痕跡は見られなかった。しかし、気を落とすのは早いぜ霊夢。未確認生物の痕跡が見られなかったというだけで、ネッシーの存在が否定されたわけではない。何言ってんのよ、ネッシーは未確認生物でしょ？それ以外にはないはず。いやいや、ネッシーは何か基地の生物を見間違えただけ、説がまだ残ってるんだよ。あんまりロマンがないけど、それじゃあどんな生物と見間違えたっていうのよ。うなぎだ。うなぎ？そう。先ほどの eDNA の調査によると、ネスコには大量の大うなぎが生息している、ということが、わかっているんだぜ。なるほど、それじゃあネッシーの正体は大うなぎで決定ってことなのね。
そっか、伝説の未確認生物だし、できれば恐竜か古代生物であって欲しかったけど、正体が判明しちゃった以上、受け入れるしかないのよね。いや、大ウナギと言っておいてなんだが、まだ大ウナギで確定しているわけではないぜ。え？なんなのよまったく。そう起こるんじゃない。そもそも、ネッシーイコール大ウナギという説は、ずっと前から提唱されていたんだよ。え？そうなの？そうだ。ネッシーの話題が出てきたあたりからな。未確認生物の話題が出てきたら、基地の生物ではないかと疑うのは人の常なわけだしな。しかし、ネッシーはこれまでの情報によると、ほとんど水面から顔を出さない生き物のようだ。出てきたとしたら、もっと目撃されてないとおかしいからな。それじゃあ、大ウナギ以外の生物ってこと？そういうことになるが、残念ながら、大ウナギ以上のサイズ感の生き物は eDNA 調査では発見されなかった。すると、一番可能性が高いのは大ウナギということになってしまう。それじゃあやっぱり大ウナギなんじゃない？しかし、正体を大ウナギとするには、いささか問題があるんだよ。問題？どういう問題なのよ？まず、大ウナギのサイズだ。ネッシーは10メートル前後はあるのに対し、大ウナギはせいぜい2メートル程度。どう頑張っても巨大生物には見えないんだよ。なるほど、それじゃあ、ウナギが何かしらの影響で巨大化したっていう可能性はないの？なくはないかもしれないな。ヨーロッパウナギという種類のウナギの中には、150年以上生きた個体も発見されているらしいし、長生きすればその分大きくなる可能性はある。中には、腕で抱えきれなくなるようなサイズのウナギだって存在しているらしいぜ。おお、そんな巨大なウナギもいるのねー。それなら、ネス湖にいる大ウナギも、もしかしたら本当に怪物サイズになっているかも。まあ、それでもやっぱり10メートルなんて化け物サイズになることはないと思うんだけどな。それに、生物が巨大化する条件として、環境がかなり影響を与えるんだ。ほう、環境？例えば、暑い環境になるとその分生物は巨大化する、といった具合だ。しかし、ネス湖はイギリスの北部に位置していて、比較的寒い場所になる。そうなると、生息している大ウナギはそこまで巨大なサイズにはならないんじゃないかと、考えられているんだぜ。そうなの？せっかく巨大なウナギがいるかもしれないと思って、ワクワクしてたのに。悪い悪い、しかしあくまでも可能性の話で、学問では説明できないようなことが起きる可能性は、もちろんあるんだぜ。まあしかし、霊夢に希望を持たせるような話も一応しておこうと思うぜ。希望を持たせるような話？実はな、ネス湖の調査で採取された DNA のサンプルのうち、20% は未だに解読がされていないらしいんだよ。え、何それ？要するに、未解読の DNA の中に、未確認生物の DNA が含まれている可能性だってあるってことだ。すごい、それならそうと早く言ってちょうだいよ。まあな、しかしちょっと考えていきたい話があるんだが。考えていきたい話？ネッシーの目撃情報についてだ。これまで、ネッシーを見かけたという人は数多くいる。もちろん面白半分で見たと嘘をつく人もいただろうが、多くの人は本当のことを言っていると思うんだよ。まあ、見たっていう以上は本当だと思った方が何かといい気はするわねー。そこでだ、ネッシーの目撃情報を改めて確認し、本当にウナギと見間違う可能性はあるかについても、少し触れていきたいと思うぜ。ネッシーの目撃情報は、1933年以降に爆発的に増えていった。この頃は、ネス湖周辺の道路が整備され、人が多く通るようになったと言われているからな。そして、湖畔でホテルの経営をしていた夫婦が、ネッシーを目撃したというのが最初なわけだが、ホテルを経営していると、湖の方から何か大きな水の跳ねる音が聞こえてきたのが、最初だと言われているな。ふむ、何か巨大な生物でもいないとそんなことにはならないわよね。そこで湖畔を見てみると、水面に大きな波紋が広がっているのが見えた。夫婦もその時、何か巨大な生き物が潜んでいるのではないかと考えたわけだな。それがネッシー伝説の始まりとも言える。ネス湖に多くの観光客が訪れて、ネッシーを一目見ようとしに来たってわけだな。ここで考えたいのは、ウナギが水面に出てきて、波紋を作ることがあるかという点だな。あるんじゃないの？生き物なんだし、何かしらの理由でジャンプくらい。ウナギってジャンプするか？いや、わかんないけど。確かに、巨大なウナギになった場合、泳ぐだけで水をかき分け、波紋を起こすくらいは、できるかもしれないが、ネス湖にいるウナギはせいぜい 1.5 メートル程度だろうと言われている。巨大な波紋を作るとなると、もっと大きな体をしていないとできないだろう。だったら、もっと大きな体をしたウナギが生息してるってことじゃないのかしら。果たしてウナギなのかどうか、まだ判別がつかない状態だが、ここである問題が発生するんだ。問題？どういうことよ。2005年3月頃、ネス湖の湖畔で鹿の死体と一緒に、
長さ10センチ程度の牙状の物体が見つかっていて、ネッシーが鹿を襲って、湖まで持ってきたんじゃないかと言われるようになったんだ。何それ？ネス湖にはウナギしかいないはずじゃないの？まあ、当時はまだ EDNA の調査は行われていないから、ネッシーが恐竜だと信じる人がいたわけだが、こういうことが起きたから、ネッシーは動物を食べる危険な生物であると認識する人も出始めたんだ。仕方のないことよね。鹿を襲うってことは、人間だって襲われる可能性があるってことなんだから。しかしだ、実際にはネス湖にはウナギの DNA が大量にあることが分かってしまったんだから、今回の鹿の死体と牙状の物体は、誰かのいたずらの可能性が高いってことになる。こうやって未確認生物のイメージを捏造していく行為は極めて悪質だと考えるぜ。まあそうね、みんな未確認生物って言ったら、恐ろしくて、怖い生き物を想像しがちなのかしら。実際、ネッシーのことをプレシオサウルスだとする人もまだまだ多いわけだからな。そして、恐竜イコール危険で凶暴、というイメージもどうしても拭いきれないものがある。できればそういういたずらで、未確認生物のイメージを固定化しないでほしいものよねー。しかし、2022年7月にまた新しい情報が出てくるんだよ。あら、つい最近じゃない、どうしたのよ？なんでもネッシーが、鳥を襲って食べたという情報が出てきたんだ。ちょっと待って、どういうこと？私もこの情報を聞いたときびっくりしたよ。どうやら、汽船に乗っていた家族が空を飛ぶ。鳥を眺めていたら、いきなり湖面から巨大な生物が出てきて、鳥を襲ったというんだ。その話、本当なのかしら？いまいち信憑性が薄いというか、画像とかはないの？いや、画像などは一切ない。ただそういう情報が流れてきたというだけだ。それじゃあやっぱり嘘なんじゃないの？そもそもネッシーはウナギだって言われつつあるのに、鳥を襲うほどの巨大生物がネス湖にいるとはとても考えられないんだけど、それに関しては私も同じ意見だぜ。しかし、情報が出てきた以上、触れないわけにはいかない。また、鳥は他にも群れを作って飛んでいたようだが、他の鳥も湖に引きずり込まれていったという情報がある。このことがもし本当なら、もしかしたら、ネッシーとはまた違う、別の生物がネス湖には、潜んでいるのかもしれないぜ。ネッシーとは違う別の生物？何それ？一応ネッシーの正体と言われているプレシオサウルスは肉食の恐竜なんだが、食べていたと考えられるのは基本的には魚やイカなど、海でいられる生き物ばかりだ。そんな生き物がいきなり空を飛ぶ鳥を食べるのかと言われると、少し怪しい。だとすると、日常的に鳥を食べているような未確認生物がいるんじゃないかと考えられるぜ。そうなのかしら？でも、そういえばさっき鹿の死体が、牙状のものと一緒に見つかったっていう情報もあったわねー。あれはさっき、誰かのいたずらだって言って処理されていたけど、もしかしたら、本当に肉食で、陸や空の動物も食べる生き物が存在しているってことなのかしら。それがネッシーの正体なのかはわからないが、もしもこれら二つの情報がフェイクでないなら、DNA 解析がされていない 20% の DNA 情報、そこに正体が隠されているかもしれないな。なんてこと、もしかしたら、とんでもない情報が眠っているかもしれないのね。しかし霊夢、世の中固定観念にとらわれてしまうと、すっかり抜け落ちてしまう情報があるんだぜ。どういうこと？ネッシーは実は、生物ではない可能性だってあるってことだよ。はぁ？いきなり何を言い出すのよマリサ。ネッシーは確かにこれまで数多くの噂や目撃情報が出てきて、存在する可能性の高い生き物だ。しかし、調べ尽くした結果、実は生物ではなかったというオチになる場合ももちろんあるんだぜ。じゃあ、ネッシーの正体は何だっていうのよ？ネッシーの正体、それはな、流木だ。流木？またまたマリサ、冗談がきついんだから。冗談ではないぜ。実際、流木だって激しく動くことがあって、それを生き物と見間違う事例は多くあるんだ。そうなの？ラングメア循環と呼ばれる現象があってな。風が吹くと、水面に浮かんでいる物体が、半時計回りに回りながら、ゆっくりと動く現象が実際に自然界で確認されているんだ。大量の流木がそのように動いているのを見たら、遠くから見たら生き物だと錯覚する人もいるだろう。自然現象ってことで片付けようとしてるの？私は納得しないわよ。もちろん、これが全てだとは思っていない。しかし、ネス湖で起きる自然現象は他にもある。例えば、精神現象とかな。またなんか難しそうな現象が出てきたわね。今度はどういうものなの？一定の風や、生物の動きによって、湖の水が周期的に振動する現象のことだ。ネス湖においては、南西風によって精神現象が起き、それが流木を動かすことがあるんだ。それじゃあ、やっぱり流木がネッシーに見えたって人も一定数は存在しているのかしら。おそらくそういう人もいると思うぜ。風の強さによっては、流木も高速で移動して、
まるで生き物が泳いでいるかのように見えるとも言われているからな。そうなのね。それじゃあ湖畔のホテルを経営してる夫婦の証言はどうなるの？何か大きな水が跳ねる音が聞こえてきたって話をしていたじゃない？ああ、それに関して謎のままだが、おそらく、それは大うなぎの仕業じゃないかと、私は考えているぜ。それじゃあ、大うなぎや流木が勘違いされ続けて、みんなの中で恐竜、怪物のようなネッシーのイメージが、作られていったっていうことなのかしら。ここまでの話は、あくまでも憶測であって確定情報ではないからな。勘違いしないでほしいが。でも、これだけの情報をまとめると、そう考えるのが自然な気もするのよね。やっぱりみんな、未確認生物はいてほしいと思ってるんだと思うわよ。だから存在しないのに、ネッシーがいるかのようにして盛り上げようとしているみたいな。そうだな。実際ネス湖周辺ではネッシーにまつわるグッズが売られたりしていて、町おこしではないけど、地域おこしのようなことが行われていたみたいだしな。未確認生物がいてくれた方が、地域としては嬉しいってわけねえ。まあ、気持ちはわかるんだけど、私は、ここまで調査がされているなら、もういっそのこと、正体はウナギだ、って断定した方がいい気がしてきちゃうのよねー。ほう、珍しいな。未確認生物大好きの霊夢がそんなことを言うなんて。確かに未確認生物は大好きだし、ネッシーもできれば古代生物であってほしいとは思っているけど、最新の技術を使ってまで研究がされたんでしょ？それでも見つからなかったってことは、もういないって言われたようなものじゃない。まあ、まだ 20% の希望があるとはいえ、巨大な生物の存在も確認されていないわけだしな。巨大な恐竜がいる可能性は、非常に低くなってしまっていると思うぜ。そうでしょう？だったらいっそのことウナギはウナギと考えて、別の未確認生物に目を向けるべきよ。霊夢は、例えばツチノコがただのトカゲだと言われたらどう思う？え？ツチノコ？そうだ。日本では未だにツチノコを探す文化があるし、存在を信じている人も多くいるだろう。そりゃあ、いてくれたらいいと思うし、もしもツチノコなんてトカゲだ、みたいなことを言われたら、ちょっとムッとしちゃうわねー。どうしてムッとするんだ？だって、せっかく日本で発見された未確認生物よ。もっといろんな人に知ってほしいと思うし、正体が判明していない以上、いるのと同じようなものなんだからさ。そう、そこなんだよ。へ？ネッシーを信じている人たちも、現地ではネッシーの存在を堅くなに信じて、疑わないだろう。それは、地元への愛着もあるからなんだよ。あ、愛着。確かに周りから見たらさっさといないって認めればいいのにって思うかもしれないが、自分の住んでいる土地で未確認生物が発見されるっていうのは、とても誇らしいことだし、嬉しいこととして扱われるんだぜ。霊夢がツチノコを誇っているようにな。そう言われると確かにちょっと納得しちゃうわね。なるほど、地元への愛着か。そういうわけだから、ネッシー型というウナギの可能性が高いと言われようと、現地の人はネッシーの実在を信じているんだ。それを否定するのはやめてやろうぜ。そうね、私が間違っていたわ。それに、やっぱりネッシーはいてくれた方がいいしね。恐竜の可能性がある方がなんだかんだ楽しいし。そうだな。しかし霊夢よ。一つだけ伝えておきたいことがあるんだが。ん？何よ。実はな、ネッシーにはまだまだ他の生物の可能性も指摘されているんだよ。ええー？ちょっと待って。これまでずっとウナギの可能性が高いって話を。していたじゃないの。そうなんだが、一応伝えるだけは伝えておこうと思ってな。ネッシーはどうやら、巨大なカメやチョウザメなどの可能性があるとも言われているらしいんだ。そんな、でも、eDNA の調査では、ウナギの DNA が一番多かったって。一番であって、それらの生物の DNA がなかったとは一言も言ってないんだぜ。そう言われると確かに、それじゃあ、もしかしたらそれらの生物がネッシーで、鳥やシカを襲った可能性があるってこと？まあ、鳥やシカを襲うとなると肉食の生き物の可能性が出てくるから、カメやチョウザメではなく、もっと別の生物である可能性が出てくるんだけどな。しかし、これだけ多くの生物の可能性を考えられると、ネッシーがどれだけ多くの人間の関心を集めているのか、よくわかるよな。そうよねー、世界を見ても、ネッシー以上に関心を集めた未確認生物っていないんじゃないかしら。一応いるとしたら、ビッグフットとかかな。しかしあれも正体がクマだと結論付けられてるから、今となってはそこまでの話題性はないんだけどな。でも、クマじゃないとも言われているんでしょ？だったらネッシーと同じ、現地の人たちからしたらまだ存在が信じられている伝説の生物ってことになるじゃない。まあそうだな。それにしてもお前、さっきまでウナギでいいじゃんって言ってたのに、急にまた元気になったな。こうして多くの人に愛されている未確認生物がいると思うと、なんだか嬉しくてねー。私、今後もネッシーに関してしっかり調べてやつの正体を暴いてやろうかしら。別にネッシー自身は正体を隠しているつもりはないと思うけどな。
ただ単に、人間たちが騒いで正体を探ろうとしてるだけで。もう、せっかくやる気になってるんだから、余計なこと言わないでよ。悪かった。しかし、霊夢がここまでやる気になるなんて本当に珍しいな。もしかしたら、本当にネスコに行ってネッシーを調査してくるかもしれないな。よし、それじゃあ早速ネッシーに関する調査をするから、マリサ、よろしくね。どうせそんなことだろうと思ってたぜ。そんなわけで、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。感じる。宇宙の波動を感じているわよ。大丈夫か霊夢？病院行くか？マリサ、何心配してるのよ。私はちょっと、宇宙について学んでるところなのよ。ほう、宇宙についてねえ。だって、宇宙っていろんな可能性があるんでしょ？まだ見ぬ惑星とか、宇宙人とか。ああ、確かに宇宙人の話はちょくちょく出てくるな。それに、最近は宇宙人のミイラの話なんかも、目にすることがあるぜ。宇宙人のミイラですって？そんなものが見つかってるの？ぜひ詳しく聞いてみたいわ。それじゃあ、今回は、宇宙人のミイラの DNA 調査と、その結果について、解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。2017年、南米ペルーのナスカにて、複数のミイラが発掘された、という事件があった。そのミイラたちは、姿形はほぼ人間だったんだが、なぜかそのうちの一体の指が、3本しかなかったということで、一時期話題になっていたみたいだぜ。へぇ？指が3本？人間のはずなのに、どうしてそうなっていたのかしら？欠損している様子もなく、最初から指が3本しかなかったようで、このミイラに関して、様々な議論がされるようになった。議論の中で、この3本指の生き物は、宇宙人なんじゃないか？という意見が出てきた。そんな、でも、指が違うだけで、そこまでの話になるのかしら？発見されたミイラは、このように、体育座りをしているかのような姿をしていたらしい。指は3本で異様に長く、明らかに人のそれとは違うということが分かったそうだ。さらに CT スキャンまで行い、このミイラはどうやら、骨格筋、脳や内臓もしっかり確認でき、作り物などではないということも、発覚しているんだとか。なるほど。それだけ調べてるなら、偽物ではないってことは、納得できるわ。さらに、このミイラはどうやら、亡くなった後に人為的に破壊されてこの姿になったわけでなく、生前からこの姿であった、ということまで把握できているらしいぜ。さらに、放射性炭素年代測定法によって、このミイラが生きていた時代は、西暦245年頃、であることが判明したらしいんだ。そもそも、そんな長い名前の測定法があることを初めて知ったわ。この頃は、ちょうどナスカ文明の時代と重なっていて、もしかしたらこの宇宙人とおぼしきミイラは、ナスカ文明の人たちと何か関わりがあったのでは？という考察までされていたようだ。そういえば、宇宙人が地球にやってきて、人類に文明を与えた、みたいな話が、ちょくちょくされているわよね。この宇宙人も、そうしたってことなのかしら？もしかしたら、そうかもしれないな。さらにこのミイラについて、カナダのレイクヘッド大学によって、正式に DNA 検査が行われることになった。おお、ついに DNA 検査が？ DNA 検査に使用された組織のサンプルは、ミイラの手と脳みその一部から採取したらしい。そして、このミイラの DNA を検査した結果、このミイラの DNA は、100% 人間のものである、ということが発覚したらしいんだ。え？人間だったの？宇宙人じゃなくて？そう。しかしどうして指が3本で、異様に長いのか、そのことが分かっていない。そうよね。人間がそんな姿になるとは、あまり思えないし。実はやっぱり、宇宙人だったとか？いや、一説によると、ナスカの現地では、3本指の人間の壁画が、多く確認されているらしい。もしかしたら、当時ナスカで生活していた人の多くは、指が3本の人ばかりだったのかもしれない。ええ？そんなことあるのかしら？実際、今でもアフリカの一部の地域では、シャーマンを生業とする、代々足の指が2本の部族が存在しているらしい。現代医学によると、それは遺伝性の症状であって、宇宙人の特徴ではないんだそうだ。へぇ、そんなこともあるんだ。しかしまあ、今回の指が少ないミイラに関しては、まだまだ調査の余地があると言われているぜ。一部の噂によると、5本指だった人間のミイラを、宇宙人っぽく見せるために、わざと指を欠損させたんじゃないか？と疑問視する声まで上がっているらしい。ええ？でもそれは違うって調査の最中に言われていたんじゃないの？だが、蚊帳の外にいた人からするとそういう疑いも持ってしまうんだろうな。実際のところは、どうなのかわからないが、遺伝情報としては 100% 人間のはずだから、
とりあえず今回の答えは、宇宙人ではなかったということになるな。残念ではあるけど、まあ仕方ないわよね。せめて、天国で安らかにしていてほしいと、思うばかりだわ。続いては、2003年にチリのアタカマ砂漠で発見された、謎の宇宙人についての情報だ。ほう、チリの砂漠ねー。砂漠なんかでよく宇宙人が見つかったわね。砂に埋もれたり、見失ったりして探しようがない気がするんだけど。まあそれは確かにそうだな。しかし、実際どうやって発見したのかは言及されていないから、怪しむ人は、この時点で怪しんでいるみたいだぜ。さらに、その宇宙人はなんと、15センチ程度しかない超小柄な見た目をしてるそうだ。15センチしかないの？それはさすがに小さすぎでしょ。本当に砂漠で発見したのか、だんだん疑問に思えてきたわ。見つかった場所にちなんで、その宇宙人は、アタカマエイリアンと、呼ばれるようになった。これが、実際に発見された、アタカマエイリアンの姿だぜ。いろんな角度からの写真があるから、ちょっと見てみてほしい。なるほど。確かにこのサイズ感で見ると、ミイラというより、おもちゃに思えてしまうわ。それに、やっぱりこんなサイズだったらとても砂漠で発見できるとは思えないけど、発見当初は、このミイラは間違いなく宇宙人のミイラだと言われ、ちょっとした話題を呼んでいたみたいなんだ。確かに、こんな見た目のものが発見されれば、誰だって騒ぎ立てるものだろうが、2013年、ニュージーランドの大学が、このミイラに関して、再調査を行ったらしいんだ。あら、どうしたのかしら。やっぱりこのミイラに関してちょっと疑問に思うところがあったってこと？そうみたいだな。調べてみた結果、骨格の発達に関していくつもの異常が見受けられ、このミイラは、異常な発達の仕方をした、人間の胎児であると結論付けたらしい。そうなの？こんな見た目でも、人間なんだ。ゲノム解析まで行い、人間であることは証明されたわけだが、そこからさらに、最初に発見した研究チームに関して、ある非難がされ始めたらしい。なんなの？ある非難って、ある非難とは、どうやらこのミイラの研究の際に、自然人類学者を参加させていなかったらしいんだ。え？何それ？それがつまりどういうことになるの？自然人類学者は、要するに、人類や霊長類の形態分析を、専門にしている人のことだからな。その人たちを呼ばないということは、まるで最初から、これは人間ではないと、決めつけているような研究の仕方だった、ということになるわけだ。専門家も呼ばず、人間じゃないって決めつけるのってどうなの？そうなんだよ。まるで最初から宇宙人とでも言うかのような研究には、他の専門家からも、非難の声が上がっていたようだ。どっちにしろ、ゲノム解析の結果、このミイラが人間であることは分かったわけだから、宇宙人ではないという結論は出てしまっているわけだがな。そうなのね、残念ではあるけど、やっぱり簡単に宇宙人なんて、見つからないわよねー。しかしな霊夢、このアタカマエイリアンに関しては、まだまだ分かっていないことはたくさんあるぜ。胎児はどうやら、15週間程度の子供だったらしいんだが、なぜこのミイラが、砂漠の真ん中にいたのか、母親は一体どこに行ってしまったのか、そしていつ頃ミイラになってしまったのかなど、まだまだ謎は残っている。なるほど。確かに人間ではあるけど、その辺はまだ奇妙な部分なのね。もしかしたら、この胎児がミイラ化してしまった原因こそ、宇宙人の仕業かもしれないしな。ははは。またまた、そんなことあるわけ、ないとも言い切れないから怖いわよね。世の中、そうだな。もしかしたら、突然宇宙人が襲来して、人間たちを攻撃し、その際に母親が流産し、子供だけが砂漠に取り残されてしまった、という可能性だって、考えられるわけだからな。まあでも、どうして胎児がそんなところにいたとかは、現段階では何も調べようがないんでしょ？まあそうだな。DNA 検査でわかることは限られているからな。当時の状況まで推察することは、至難の業だぜ。せめて、もう少し具体的な情報が出てくるといいわよねー。砂漠をもう少し調査した結果、他にもミイラが出てきたとかさ。まあな、アタカマ砂漠には、まだまだ何か手がかりになるものが、残っているかもしれない。それを見つけたら、もう少し具体的な話が、いろいろできるようになるかもしれないな。続いて紹介するのは、リトルピープルだぜ。リトルピープル？小人ってこと？そうだな。2005年、イランのケルマーン州にて、紀元前3000年前の遺跡が発掘されたそうなんだが、奇妙なことに、その町の住居や通路は、人類が暮らすにはあまりにも小さいらしい。このことから、ここで生活していたのはリトルピープルと呼ばれる生き物なんじゃないか？ということだぜ。そんなに小さいんだ。そんなところで、本当に生き物が住んでいたの？そうみたいだな。しかし奇妙なことに、生活の痕跡があっても、人の気配が一切ないらしい。
墓まであるというのに、その墓の中には何も残っていないんだとか。何それ？奇妙すぎるわね。確かに。どこに行っちゃったのかしら？一説によると、ある時期を境に、リトルピープルたちはどこかに引っ越してしまったんじゃないかとされる。例えば、大規模な干ばつが起きたりしたから、ここに住めなくなったとかの理由でな。ああ、確かにそういう可能性もありそうねー。しかし、せっかく都市を築き上げたのに、それをすべて捨ててまで引っ越すなんて、すごい生き物たちねー。しかしそんな中、ミイラ化したリトルピープルの遺体を発見することができたらしいんだ。え？そうなの？そのミイラは、体長25センチ程度、さらに亡くなった時は、16歳程度である、という、ことまで把握できたらしいぜ。わぁ、すっかりミイラ化してしまっているわね。でも、こんなに小さい生き物が本当にいるなんて、これ、もしかしたら本当に宇宙人の可能性があるんじゃないかしら？そう思われて、このリトルピープルは早速 DNA 検査が行われていった。しかしその結果は、残念なものになってしまったぜ。え、もしかして、そのもしかしてだ。リトルピープルはただの人間であることが分かった。どうやらこの遺体は、400年ほど前のものであり、自然にミイラ化して縮んだものである、という分析結果がもたらされたらしいぜ。何よそれー。せっかく貴重な手がかりが見つかったと思ったのに。まあ、残念に思う気持ちはわかるぜ。しかし、まだリトルピープルは、100%、人間であると決まったわけでもないんだぜ。え？どういうことよ？だって考えてもみろよ。今回発見されたミイラは、400年前のものだろう？しかし、リトルピープルの都市の建設時期は、紀元前3000年前のものだったらしいじゃないか。あ、そうか、じゃあ時期が被ってないから、さっきのミイラは無関係なんだ。そういうことになる。もしかしたらリトルピープルたちは、干ばつで引っ越したわけじゃなく、宇宙に帰っていった、宇宙人だったんじゃないか、と考えることもできるぜ。まあでも、そう考えてもいい気がしてくるわ。だって冷静に考えてみたら、お墓まで用意しているのに、その中に骨が一切入ってないっていうのは、奇妙すぎるもの。もしかしたら、人類に骨を見られたくなくて、遺体まで全て持ち帰ったのかもしれないわね。もしそうだとしたら、遺跡だけ残した理由が気になるけどな。遺跡まで証拠隠滅するほどの、科学技術はなかったってことかもしれないが。もしリトルピープルが、本当に宇宙人だったとしたら、人類に謎だけ残して、あとは勝手に考察してくれっていう、投げやりな考えを持ってるのかもしれないわね。いやどうだろうな。確かに、人類をおちょくっている可能性も、ゼロではないかもしれないけどな。続いて紹介するのは、ロシアで発見された、宇宙人のミイラだな。今度はロシアか。確かに土地が広いし、隕石が落下してくることもあるみたいだから、宇宙人くらいいても、何も不思議ではないかもしれないわねー。1996年、ロシアの閉鎖都市、オジョルスク市内にて、近所の墓地から泣き声が聞こえてきたらしい。その声を聞いた高齢女性が、墓地まで行ってみると、そこには、この世のものとは思えない、奇妙な姿の生物を見つけたらしいんだ。女性はその生物を自宅に持ち帰ったが、すぐに死んでしまったらしいぜ。そして、その亡骸が写真の生き物ってことね。何なのかしらこれ。なんかヘルメット被ってない？確かに、頭蓋骨というには少し尖りすぎているようにも見えるよな。人の形はしているが、頭部の形を見ると、どうしても他の生物の可能性を感じてしまう。そしてこの生物は、専門機関に引き渡され、数年にわたって研究が行われたそうなんだが、今回の結果も、霊夢が望むような結果にはならなかったみたいだぜ。ってことは、また人間ってこと？それはいくらなんでもひどすぎないかしら？まあ、私が人間だって決めてるわけじゃないしな。このミイラはどうやら、人間の胎児であることが判明したらしいんだが、旧ソ連時代の1957年に、このオジョルスクから近い、ウラル地方の核技術施設で、放射能漏れの事故が発生したらしいんだ。それ大惨事じゃない。大丈夫だったの？もちろん大丈夫なはずもなく、周囲、5万平方キロが、汚染されたと報じられたらしい。約30万人もの人が被爆したと言われ、研究チームは、このミイラは被爆した人から、生まれた子供なのではないか、と考えているらしいぜ。そうなんだ。こんなことになってしまうなんて、かわいそうな話だわ。もちろんあくまでも可能性の話であって、本当にそれが原因でこのような姿になったのかは、はっきりとはしていないけどな。複数の研究チームが調査をしたら、もう少し違う結論が出てくるかもしれないぜ。でも、今の話を聞いてる限り、結構説得力のある話だったしねー。できれば、そんな悲しい話なんてなしにして、宇宙人でしたって話が欲しいんだけどね。まあ、そう簡単に宇宙人に出会えるわけもない。他にも情報を紹介するから、
もう少しだけ話を聞いてくれると嬉しいぜ。続いては、メキシコで発見された未確認生物、メテペックモンスターについて紹介するぜ。メテペックモンスター?不思議な名前をしているわね。メテペックモンスターは、まるで毛がすべて抜けた猿のような見た目をしていて、体長は、10センチ程度と小柄な見た目をしている。その奇妙すぎる見た目から、発見当初から、宇宙人だ、と世間を騒がせていた奇妙な生き物なんだぜ。確かに写真を見る限り、ものすごく奇妙な見た目はしているみたいだけど、この生き物も、DNA 検査がされたのよね。結果はどうだったの?どうやら DNA 検査をした結果、メテペックモンスターの DNA は、地球上には存在しないものである、ということが判明したらしいんだ。ってことは、ようやく宇宙人ってことが証明されたの?やったー。メテペックモンスターが宇宙人だったのね、すごいわー。と、霊夢を喜ばせておいてなんだが、実は、メテペックモンスターも、正体がバレている。え?正体って何よ?今、DNA 検査の結果を教えてくれたじゃない。そうなんだが、メテペックモンスターの第一発見者が、後に種明かしをしたらしいんだ。このメテペックモンスターは、自分が作ったものだ、とな。創作だったってこと?ああ、どうやら第一発見者が、以前働いていた動物園から、剥製を作ってほしいと、死んだ猿を、受け取ったらしいんだ。その時発見者は、どうせ作るなら面白い方がいい、と、剥製をかなり大げさに、不気味に作ったらしい。その結果、動物園の園長がこれはすごいと大盛り上がりして、その結果、話がどんどん膨らんでしまい、結果的に、宇宙人という話になったんだとか。何よそれ。こっちは本当に宇宙人なんだと思ったのに。しかしな、冷静に考えてみればそうなんだが、メテペックモンスターを取り上げた番組で、地球上の DNA ではない、という言葉が出てきたわけなんだが、番組の進行者が、DNA は地球にしかないんだから、地球上の DNA ではない、という時点でおかしい、という発言をしていたんだ。ああ、確かに言われてみれば、そうかもしれないわね。じゃあちょっと待って、DNA 検査とか言ってる時点で、もしかして宇宙人じゃない可能性が出てくるってこと?いやどうだろうな。あくまでも進行者の発言であって、専門家の発言じゃないし、専門家の意見も、聞いてみたいところなんだが、どちらにしても、メテペックモンスターは作り物である、という話で決着はしている。なんだそうだったの。残念だわ。せっかく宇宙人が見つかったかもしれないと、喜んでいたところなのに。まあ仕方ないぜ。次も面白いものを紹介していこう。宇宙人の話をするにあたって、ロズウェル事件の話は、避けて通れないだろう。ロズウェル事件って言えば、UFO が墜落したっていう、あの事件よね。でも、アメリカ軍が隠蔽とかして、陰謀論が囁かれまくってる事件。そうだ。そのロズウェル事件の中で、あるとんでもない情報が、元 CIA 職員から飛び出してきたというんだ。とんでもない情報って一体何よ?そのとんでもない情報とは、ロズウェル事件で、エイリアンの遺体が回収された。そして、そのエイリアンの遺体の DNA を検査した結果、人間の DNA と一致する部分があったというんだ。どういうこと?そもそもロズウェル事件で、エイリアンが回収されてたってあれ、本当だったの?さあな、もしかしたらエイリアンが回収された、という情報すら嘘かもしれないんだが、その職員が言うには、ロズウェル事件は実際に起こった事件であり、墜落した UFO の近くで、エイリアンの遺体が発見されていた。そして、UFO とエイリアンは回収され、保管された、とこう説明しているんだ。そうだったんだ。で、ちょっと待って。人間の DNA と一致する部分って、全部は一致してないってこと?そういうことだ。全部が一致していたら人間だったということになるが、一部となると、一体どういうことだ?という話になるよな。そうよね。その CIA 職員は、他に何か詳しい情報は言ってなかったの?DNA の一致している部分に関して、元 CIA 職員は、人間はハイブリッド種である、という話をしていたみたいだ。ハイブリッド種?人間は、もともと地球上で猿から進化した存在なのではなく、地球外生命体と猿との間で生み出された、ハイブリッド型の生き物なのだ、という話になっていったみたいなんだ。それはさすがに陰謀論というか、話が飛躍しすぎなんじゃない?確かに、DNA が一致する部分があるっていうのは、興味深い話だけど、だからといってハイブリッドだなんて。しかし、いくつか、納得できる部分だってあるんだ。宇宙人が地球に何度も飛来する理由や、ピラミッドなど、当時の人類の科学力では、とても作れなかったものを作るために、宇宙人がやってきたという話も、すべて、宇宙人が人類のことを、
ハイブリッド型として面倒見てきたから、ということだと考えれば、理由も納得できるんじゃないか？人類はずっと、宇宙人によって管理されてきたっていうの？そういうことかもしれない。それじゃあ目的は何なのよ？わざわざハイブリッド型なんか作って、宇宙人側の目的が、全くわからないじゃない。宇宙人側の目的としては、おそらく、人類を使える労働力にすること。猿のままでは、大した労働力にならないと考えた宇宙人は、人類と、自分たちのハイブリッド型を生み出し、より効率よく動けて、かつ自分たちよりは、知能の低い生き物を生み出し、これが完成した後に、一気に労働力として、働かせるつもりなんじゃないだろうか？そんなバカな？いくらなんでもそれは、話が飛躍しすぎなんじゃ。しかし、霊夢もちょっとは納得しつつあるんじゃないか？さっきからたじろいでいるぞ。だってねえ。そこまで大きな話になっていくと。でもちょっと待って。それじゃあどうして、人類は、今もまだ普通に生活していられてるの？もしも、労働力にすることが宇宙人の目的なら、もうとっくに労働力にされてるんじゃないかしら？いや、もしかしたら宇宙人から見たら、まだまだ人類は、発展途上なのかもしれない。もっと、効率よく仕事をこなしてくれる、都合のいい存在になるのを待ってるんじゃないか？だから、宇宙人たちも、定期的に地球にやってきて、人類の進化の様子をチェックしてきてるんだろう。まるで、家畜の面倒を見ている農場主みたいね。なんだかそう思うと、複雑な気分。もしも宇宙人たちが、本気で人類を管理しようとしたら、おそらく人類の科学力では、到底かないっこないと思うぜ。やっぱりそうなのかしら。いやだわ、私まだ死にたくないんだけど。しかしまあ、残念なことに、ロズウェル事件で持ち帰ったという、宇宙人の遺体の写真だけは、確認することができなかったんだけどな。だから、DNA の話自体、本当かどうかはいまいちわかっていないわけだ。残念だわ。信憑性を持たせるためにも、ちゃんと証拠とか見せてほしいんだけど、そもそも、ロズウェル事件だって、一般人からしたら眉唾ものだってのに、まあその言い分も、否定はしないぜ。どこにも証拠があるわけではないのに、いきなり宇宙人を捕獲していた、DNA 調査もしていた、なんて言われても、部外者からしたら、納得するのも難しいだろうからな。せめて、ロズウェル事件で捕獲したっていう宇宙人を、この目で見ることができれば、まだ信じることも、できるってものなんだけどね。それは難しいだろうな。おそらく、今なお様々な研究をして、宇宙人についての情報を、集めているところだろうし。それに、さっきの陰謀論が、もしも本当だとしたら、凄まじい軍事力を持っているアメリカのことだから、徹底抗戦をする構えを、見せることも考えられる。そうなったら宇宙戦争だぜ。なんかそういうことを聞くと、急に怖くなってくるわね。宇宙人の実在を、心待ちにしていたはずなのに、今はあまり実在してほしいと思ってないわ。実在していたら、人類に対して攻撃をしてくる可能性が出てくるからな。霊夢の気持ちもわからなくはないぜ。まあ、すべては、証拠も出揃っていない話だから、信じるか信じないかは霊夢次第だ。出たわね。その責任の丸投げ。あんたから話を聞いたんだから、あんたが責任を持って、結論付けなさいよ。そんなこと言われたってな。こういう話は、人それぞれの楽しみ方があるもんだ。それぞれの意見を交換し合ったり、ぶつけ合ったりしてみてもいいと思うし、楽しみ方は自由なんだぜ。私はすでに楽しむどころか、宇宙人に対して恐怖心を抱いているから、早く近所のみんなに伝えて、地球脱出のことを考えてもらわないといけないわね。そこまで行くと、さすがに他の人の迷惑になるから、できれば、他の人の迷惑にならない楽しみ方を、した方がいいと思うぜ。楽しみ方は人それぞれとは言ったが、迷惑をかける楽しみ方はやめような。そんなわけで、今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方は、ぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。シュパ、変な名前ねえ。何言ってるんだ？霊夢。あ、魔理沙。実は変わった名前の生き物についてちょっと調べていてね。シュパカブラって言うんだけど。ほう、シュパカブラか。有名だが、知らない人も割といる未確認生物だな。そうなのねえ。私も名前はある程度聞いたことあるけど、どういう生き物なのかは知らなくて。シュパカブラは実は、すでに調査がかなり進んでいる生き物でもあるんだぜ。え？そうなの？調査って、どんな調査かしら？気になるなら、シュパカブラについて話すことにしようかな。
それじゃあ、今回は吸血ユーマチュパカブラの正体、DNA 調査の結果について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に、チュパカブラとはどういう生物なのか解説していくぜ。チュパカブラとは、主に南米で目撃されている血を吸う未確認生物だと言われている。この生物によって多くの家畜が血を吸われたという報告が相次いでいて、スペイン語でヤギの血を吸うもの、という意味でチュパカブラという名前になったそうだ。ちなみに英語に訳すとゴートサッカーになるそうだぜ。ヤギの血を吸うものか、直球だけど、なんだか不気味な名前をしているわね。チュパカブラが最初に目撃されたとされているのは1995年、プエルトリコでの出来事だったそうだ。その後チリやメキシコ、アルゼンチンなど各地で目撃されるようになったそうだ。時々、アメリカでも目撃例があったそうだぜ。へえ、アメリカでも、そりゃ有名になるはずだわ。さらに、チュパカブラの恐ろしいところは、被害に遭ったのは家畜だけではないってことだ。え？それじゃあ他に何が襲われたっていうの？他に襲われたのは、人間だ。に、人間？人間まで血を吸われているっていうの？ああ、現地ではニュースとして報道されて、何でも日本で報道されたこともあったんだとか。他にも血を抜かれた状態の死体っていうのが結構報告されていて、チュパカブラによるものじゃないかという推測を含めると、被害件数は1000件を超えるとも言われる。そんなたくさん襲われてるんだ、かなりヤバい生物なんじゃないの？一説によると、実際には被害などなくて、単なる集団ヒステリーによる現象ではないか、という説も出てきてはいるんだが、実際に家畜が襲われていることを考えると、ヒステリーで済ませていい問題ではなさそうだぜ。そうよね、恐ろしい生き物が今まさに襲ってこようとしているかもしれないのに、ヒステリーの一言では済ませられないと思うわよ。チュパカブラは実際に目撃情報も相次いでいるが、どうやら目撃報告には細かな違いがあるそうだ。あら、まあ確かに、他の未確認生物でもそういうことはあるものね。ひとまず共通している内容を挙げるとすれば、身長は1から 1.8 メートルほど。さらに全身が毛で覆われていて、赤くて大きな目をしていて、牙が生え、さらに背中にはトゲ状のものが生えているそうだ。赤い目、牙、背中のトゲ、現在確認されている生物には該当しないわね。さらに直立することが可能で、移動方法はカンガルーのように飛び跳ねるんだとか。カンガルーみたいに、か、なんだか不思議な移動の仕方をするわねー。跳躍して移動するというのは、それなりの筋力を必要とする。カンガルーも広大な大地で餌となる植物を効率よく探すために、跳躍を覚えたらしいからな。もしかしたら、チュパカブラも効率よく家畜を襲うために、跳躍という移動手段を確立したのかもしれないぜ。そんな、それって要するに、より人間も襲いやすくなってるってことじゃない。そんな危険生物がその辺をうろついているとか、考えるだけで怖すぎるわよ。まあ確かにな、しかしチュパカブラの跳躍力は本当にすごいらしく、中には2メートル以上、ジャンプする個体もいるとか言われているぜ。ひえ、走って逃げられるかどうかも怪しいところねー。中には翼を持っていて、空を飛んでいた、という証言もあるそうだが、これはごく少数の証言であり、違うという声もあるからきっと別の話なのかもしれないな。他にも、血を吸う方法が独特である、という報告も上がっているみたいだぜ。独特って、どうやって血を吸うの？なんでも、チュパカブラは細長い舌を持っていて、その舌で獲物の体に穴を開けて血を吸い出した、と言われているんだ。舌？獲物の体に穴を開けるような鋭い舌なんて存在するの？さあな、本当にしたかどうかなんてわかるはずもないんだが、もちろん牙によって穴を開けていたという報告もあるから、本当はそっちなんだと思うけどな。でも、もしも本当に舌で穴を開けていたら、どういう進化をしていったのかすごく気になるわね。まあな。しかしチュパカブラという生き物は、時代の流れとともにその特徴が変化しているんだ。え？そうなの？例えば、初めて目撃情報が出てきた1995年頃には二足歩行をしていて背中にトゲがあるのが、チュパカブラだと言われていたんだが、2000年に入る前には四足歩行をする犬のような生き物だという報告がだんだんと増えてきて、2000年に入ると、報告のほとんどは、四足歩行の生き物だった、というもので埋め尽くされていくようになったんだ。ふむ、どうしてか知らねえ？この特徴がだんだん変わっていったというものには、人間の認知の歪みが関係していると考えられる。認知の歪みって、どういうこと？目の前にいきなり家畜の血を吸う見たことのない化け物が現れたとして、その化け物は二足歩行だ、目は赤色だ、身長は、なんて、その場で観察する人は少ない。多くの場合はその場から一目散に逃げ、振り返って相手を確認することも少ないだろう。
確かに、自分が襲われるかもしれないのにそんなことしてる暇なんてないものね。しかしそれでも周囲に危険は知らせなければならないから報告はするわけだが、その結果、一瞬だけ見た化け物の姿で報告をしようとするわけだ。するとどうなると思う？そんなの、正確な姿なんて報告できるわけがないって思うわ。そうだろう？だから二足歩行だと最初に報告が上がったことが、そもそもの間違いかもしれないんだ。実際、空を飛んでいたとか下で血を吸っていたとか、非現実的な内容も、含まれていったから、パニック状態でチュパカブラを目視した人は多いと思うんだよ。なるほどねー。でも、確かに納得もできるわ。パニックになってるのに、チュパカブラを、ちゃんと確認なんてできるはずがないからね。そうだろう？だからチュパカブラはもともと四足歩行だったのが、二足歩行だと勘違いされていた、と考えるのが自然なんじゃないかと思うぜ。これだけ騒ぎを起こしているチュパカブラだけど、その正体はわかってるのかしら？霊夢もそろそろ気になりだしたか。それじゃあ、チュパカブラの正体について、解説していくことにするぜ。ただ、最初は正確な DNA 調査じゃなくて、これまで撮影されたり、目撃されたものの中から類推した正体を紹介していく。まず最初に上がった正体は、野犬や狼、コヨーテなどだな。やっぱり、四足歩行って言われた時点で、その辺は出てくると思ってたわ。実際、野犬やコヨーテによる家畜の被害は深刻なものらしくてな。報告の一部は、これらの生物で説明がつくわけだ。でも、背中にトゲがあったとか、目が赤く光ってたとかっていうのは？それはきっととっさに目撃したことによる誤認ではないか？とも言われているが、正確なところはまだわかっていないな。ただ、野生のコヨーテの中には、皮膚病にかかって実に奇妙な見た目をしているものも、一定数存在していて、これらが未確認生物として認知されてしまったのが、チュパカブラの正体なんじゃないか、という声も上がっているみたいだぜ。あら、確かに何の生き物かわからない、奇妙な見た目になってしまっているわね。コヨーテって確か。そう、本来なら犬のようにふさふさとした毛皮で覆われている生き物なんだが、皮膚病を患ってしまったコヨーテはすっかり見た目が変わってしまい、こんな見た目になるんだよ。怖い、だけど、この子は病気にかかってるかわいそうな子なのよね。そうだな、好きでこんな姿になったわけじゃないが、人間からは異端の目を向けられる。かわいそうなことだと思うぜ。他にも、一応二足歩行するという目撃情報に合わせて、別の正体説が上がっていたぜ。あら、今度は何が正体だとされているの？その正体は、赤毛猿だ。赤毛猿？猿なの？猿だ。確かにプエルトリコでは過去に赤毛猿を用いた動物実験が行われていて、その実験の際に、毛が抜けてしまった個体が脱走して、外で発見されたという可能性も、高いんじゃないかと思うぜ。なるほど、確かに毛が抜け落ちた猿って、初めて見たらびっくりしちゃいそうだわ。まあ、二足歩行は見間違いだった説を採用するなら、赤毛猿が正体というのはなくなるんだけどな。他にも、チュパカブラの正体として、ジャージーデビルやモスマンなど、アメリカで有名な未確認生物が南米にも現れたのではないか、という説が出ている。ジャージーデビルやモスマンって、確か空を飛んでいて、かなり大きい生物よね。そうだな、一見すると見間違うことはないように思えるし、この2体が家畜を襲ったという過去はないと考えられているので、未確認生物の情報に心躍った人がちょっと賑やかしで出した説だと、考えられているんだが。でも確か、モスマンって目が赤く光るのよね。それに、人間が乗っていた車を執拗に追いかけたって、聞いたことがあるわよ。そうだな、だから 100% チュパカブラではない、とは言い切れないんだが。まあ、可能性の話として、頭に留めておく程度でも大丈夫だと思うぜ。他にも、チュパカブラはエイリアンが飼っていたペットなんじゃないか？という説があるぜ。エイリアンって、あんたねー。まあ聞け。急に地球外生命体の話になったから動揺するのも無理はないと思う。しかし、UFO 研究家や地球外生命体研究家によると、一概に否定もできないんだそうだ。チュパカブラが登場したのは1995年の出来事だが、その11年前、1984年にある事件があったらしい。ある事件って？ UFO が、墜落するという事件だそうだ。え？ UFO が、プエルトリコのカノバナス村の近くのエル・ユンケ山という山に墜落したそうで、当時アメリカ軍が墜落現場一帯を閉鎖し、情報を完全に機密扱いにしたらしいんだ。それからというもの、正体不明の奇妙な生物が、山の周辺で目撃されるようになったらしいぜ。それが、エイリアンのペットかもしれないって？話はまだあるぜ。UFO が墜落してからというもの、家畜が襲われるという事件が多発するようになったらしいんだ。中にはチュパカブラが UFO に吸い込まれていくのを見た、なんて人もいたとか言われているぜ。
さすがにそこまで行くと嘘っぽくなるけど、でも、UFO 墜落の時期と、家畜が襲われるようになった時期が重なってると考えると、確かに怪しいわね。ただまあ、地球外生命体説以外にも、実験によって生まれた突然変異の動物説もあるから、どれが本当の話なのかは、今のところわかっていないわけだけどな。ああ、確かに実験動物っていう説もあるわね。実際、赤毛猿が実験を行われていたんでしょ？そういうのって、他にも秘密裏に別の生物で、実験をしている可能性がありそうだわ。まあ、本当にしていたかはわからないが、可能性としてはあるかもしれないな。さて、ここまで数々の正体の可能性の話をしたが、2015年にチュパカブラとおぼしき生物が、死体の状態で見つかったと報告があったんだ。え？チュパカブラ、見つかったの？ああ、さらに目撃者はその死体を持ち帰り、腐敗しないように冷凍庫に入れたんだそうだ。おお、冷凍庫にまで入れるなんて、かなりしっかりしてるわね。まずその写真を見せてちょうだい。写真、あるんでしょ？これが、チュパカブラを持ち帰った男性と、問題のチュパカブラだぜ。うわ、なんだかよくわからないことになってるけど、確かに生物っぽい何かであることはわかるわね。この死体を DNA 調査していくことになったわけだが、ある問題が発生したんだ。問題？何よ。捕獲したチュパカブラを DNA 調査してほしいと専門家たちに依頼したらしいんだが、なぜか専門家たちは、この死体の DNA 調査を拒否したらしいんだよ。え、なんで？なぜかはわからない。捕獲した人が専門家に何度も依頼をしたにもかかわらず、専門家は頑なに依頼を断ったらしいんだ。意味がわからないわ、一体どうして？もしかしたら、調べられると何か困ることでもあったのかもしれないな。それじゃあ、何が何でもこの死体を DNA 調査しなきゃならないじゃない。専門家に依頼してもダメだと分かった発見者は、独自に DNA 鑑定に出す方法を探すと答えたらしいが、その後の情報は今のところないみたいだな。そう、残念だわ。早くこの生物の正体が判明するといいわね。しかし、別の個体がしっかりと DNA 調査された記録は残されていたんだぜ。あれ？他のやつは調査されたの？さっきはダメだったのに。今度のはアメリカ、テキサス州で発見されたチュパカブラらしくてな。国によっては調査の可否が変わってくるのかもしれないな。今回発見されたチュパカブラは、危険な生物だと判断されたのか、射殺されたらしい。ええ？せっかく生きてる状態で発見されたのに射殺しちゃうなんて何事よ。まあそうだな。しかし見た目は青みがかった灰色。全身の毛は抜け落ちているように見えて非常に不気味だ。もしかしたら襲ってくるかもしれないと考えると、射殺という判断は別に不思議ではないかもしれないぜ。まあ確かに、パニック映画とかでも、貴重だって言って危険な生物を生け捕りにしようとして、やられるってのはよくあるパターンだしね。生きて捕獲するのが難しいと判断したら、早めに仕留めるのは大切かもしれないな。でも、一応これで調べることはできるようになったのね。どうなのかしら、この生物、チュパカブラなのかしら。実際に調べてみないと何もわからないわけだが、アメリカにて、DNA 調査が行われたそうだ。ついに、それで、結果は、テキサス州の大学に勤める動物学者たちが、この死体の DNA 調査を行ったわけだが、その結果は、この動物はチュパカブラではなく、コヨーテであることが判明したそうだ。そんな、せっかく見つけた個体が、コヨーテだったなんて。っていうかそれじゃあ、このコヨーテは何の罪もないのに射殺されたってこと？言い方は悪いかもしれないが、そういうことだな。皮膚病にかかっていた状態のようで、ただ皮膚病にかかっていただけなのに、その上銃で撃たれるという、かわいそうな結果になってしまったわけだ。なんだか、そう考えると人間の探求心が何の罪もない生き物を殺してしまった。最悪の一例になってしまったんじゃないかしら。確かに、そういう言い方になってしまうな。今回の一件もあってか、あまりチュパカブラの正体を探ろうという動きはなくなったみたいだぜ。そりゃそうでしょ。こんなの倫理的におかしいもの、コヨーテはどうか安らかに眠ってほしいわ。しかし、今回のがコヨーテだったからといって、それでチュパカブラの存在が否定されたわけでもない。ええ？どうしてよ。DNA 調査ではしっかりチュパカブラではないって判明したじゃない。しかし調査が行われたのは一頭だけなんだ。他の個体を調べないことには、結論は出ないだろう。ああ、まあそれはそうかもしれないけど、調査のためにまた罪のない生き物が射殺されるのは、もう勘弁してほしいわよ。そうだな、それは私もそう思うぜ。だからこそ調べるべきなのは、チュパカブラを持ち帰ったという男性の手元にあるあの個体だ。ああ、あの調べてもらえなかったってやつね、あれは確かに奇妙だったし、ぜひ DNA 鑑定をしてほしいとは思うけど、そんなにうまくいくかしら。さあな、しかし気になるのが、なぜ DNA 調査が拒否されたかなんだよな。確かにね、正規の発見のはずなんだから、ちゃんと調査すればいいのに。
考えられる可能性としては、皮膚病のコヨーテの死体だと考えられて、他の感染症のリスクが高いと思われてしまったか。ああ、まあ確かに、死体ってなるといろんなウイルスを持ってそうな感じがするもんね。そうなんだよ、それで調査したくないとなるのはまだわかるんだ。しかし他の可能性を考えるとするならば、調べてはいけない生物だとされているとか。調べてはいけない生物って、一体どういうこと？中盤あたりで、UFO 墜落の話をしただろう？ああ、その後に家畜が襲われる事件が多発したって話？って、ちょっと待って。もしかしてマリサ、それ本気にしてるの？今回は未確認生物の話であって、地球外生命体の話ではないんでしょう？地球外生命体だって未確認生物の部類に入るだろう。それに、時期的に一致しているというのはなんとも奇妙な話なんだよ。確かに、UFO が起きてからそういうことが起きたんだったわよね。でも、だからといって UFO っていうのは。それじゃあ、霊夢もこの話をしたら納得してもらえるかな。え？実は、UFO が落下したというあの事件の後、もう一つある事件が起きていたらしいんだ。その事件では、パトロール中の警察官がチュパカブラに遭遇したというものだった。おお、目撃情報ってわけね。でも、目撃情報くらい他のところでもあるでしょう？確かに目撃情報だが、今回のはちょっと今までとは違うんだ。なんとそのチュパカブラに対し、警察官が発砲したらしいんだよ。撃ったの？それで、当たった？当たったそうだ。まあ仕留めることはできなかったみたいで、チュパカブラは逃げたらしいが、逃げていくチュパカブラを追いかけたところ、近くの農場のフェンスに、血液らしき液体が、付着していたらしいんだよ。あら、それって、もしかしてチュパカブラの？おそらくそうだろうな。それを発見した警察官は、その血液を採取し、専門機関に調査してもらうことにしたらしい。その結果、驚くべきことが判明したんだ。何よ？その血液の DNA は、地球上に存在するいかなる基地の動物のものとも合致しない。ということが判明したんだ。嘘でしょ？そんなことありえるわけないわ。しかし調査結果が全てだぜ。もっとも、それだけで地球外生命体だとは判断できない。例えば化学実験による突然変異とか、遺伝子操作によって作られた生命体だとか、そういう可能性も考えられるわけだが。どっちも信じられないような。でも、DNA 調査をしたっていうなら、確かに信憑性はあるかもしれないけど、実はな霊夢、まだ話していない、ある話が残ってるんだ。まだ残ってるの、話してよ。2001年にチリのカマラ地区にあるとある村にチュパカブラが出現したらしいんだが、その時、目撃者が飼っていた犬がチュパカブラに噛みついたらしいんだ。おお、ずいぶん勇敢なワンちゃんねー。チュパカブラは金切り声を上げて逃げたそうだ。そして目撃者はチュパカブラを追いかけたらしいが、チュパカブラが逃げた先には、白いバンが止まっていて、全身黒ずくめの男がチュパカブラを捕まえていたらしいんだよ。捕獲してたの？チュパカブラは足をバタつかせながらも男たちに車に乗せられたらしいんだが、その男たちは目撃者に何か話すこともなく、車を発進させてしまったらしい。奇妙すぎるわ、どうしてそんなことを。考えられる可能性として、チュパカブラは何か極秘裏に使われている生き物だということ。全身黒ずくめで怪しさ満点で、車の中に押し込むんだから、まるで誘拐だよな。しかしそこまでして捕獲し、隠蔽しなければならない存在だということだ。一体何なのかしら？何の目的でそんなことを？一説によると、黒ずくめの男たちはアメリカの情報機関に所属していて、UFO や異星人の調査、もしくは目撃者への隠蔽工作が仕事だとされている。もしかしたら、UFO が落ちてから、チュパカブラが周囲に逃げ回っているのを知っていて、捕獲をしている最中だったのかもしれないな。まさか、そこまで言ったら、本当に映画の世界の話みたいになるじゃない。それに、チュパカブラは DNA 検査の結果、コヨーテだってことが判明したでしょ。霊夢、往生際が悪いな。さっきそのコヨーテはあくまで一頭だけで、それだけでは何の証拠にもならないと説明したじゃないか。だって、あまりにも理解の範疇を超えた話になってるんだもん。おかしいじゃない、いきなり UFO とか地球外生命体とか、話がぶっ飛びすぎなのよ。しかしな霊夢、これまで地球外生命体というのは確かに疑問視されてきた存在だったが、かの有名なロズウェル事件を筆頭に、UFO の事件は信憑性が増してきているんだ。他にも、チュパカブラは住民に捕獲されたという情報が出た時があったんだが、その時もアメリカの秘密調査チームが話を聞きつけ、その生物を強奪してしまったという報告が上がっている。強奪って、そんなことまで起きてたの？そうなんだ。血液を採取した DNA の調査結果と、徹底的な隠蔽工作。ここまで行くと、何かあると感じてしまうのは仕方ないことじゃないだろうか？
確かに、ここまで露骨だとちょっとね。しかし、そうか、私はてっきり、単なるコヨーテだとばかり思ってたけど、そういう可能性もあるってことなのね。まあ、もちろん地球外生命体と言われるだけで信憑性はガクッと下がるわけだし、それを信じていない人にとっては、ただの不快な話で終わってしまうかもしれないが、国が何かを隠していることは明らかなんだよな。そうね、住民からわざわざ強奪するくらいだもの。普通だったらありえないわ。まあしかし、ありえないことを受け入れることから新しい歴史っていうのは始まるからな。存在しないと思っていた生物が実は存在していた、なんて話はよくある。昔はパンダみたいな不思議な毛皮の生き物なんて存在しないと思われていたし、ゴリラみたいな毛むくじゃらの人間みたいな生き物は存在しないと思われていた。でも、実際には存在していたし、それが今や動物園のアイドルにまでなってるもんね。そうだぜ。世の中ありえないなんてことはありえないんだ。信じ続けて調べていると、ある日とんでもない発見に繋がることもあるんだぜ。それじゃあ、チュパカブラはコヨーテで決まり、なんて考えないで、まだまだ未知の生物の可能性はある、って考えておけばいずれ正体にたどり着けるってことかしら。そういうことだ。もちろん、アメリカや上層部が隠蔽をしているとなると、正体の判明にはとてつもない時間がかかるかもしれないけどな。でも、実在はほぼ間違いないわけだし、いくら隠蔽しているって言っても、限界があるでしょ。きっといずれかは隠蔽にも無理が出始めて、世界中でチュパカブラの存在が認知されるわよ。そういう日が来るといいけどな。もしもチュパカブラの存在が認知されたら、私はこっそりオスとメスを捕まえて交配させて、チュパカブラ動物園を開くことにするわ。そうすれば物珍しさに見に来るお客さんがいっぱい、ガッポガッポ稼げちゃうってわけよ。お前の中には金を儲けるという考えしかないのか。っていうか、未だ謎が多い生き物なのに、そんな簡単に交配とかできるわけねえだろ。まあまあ、そこはやってみないとわからないからさ、安心して、マリサにも手伝ってもらったら、その分マージンは弾むからさ、いつの間にか私もやる流れになってるぜ、こいつは相変わらずだ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。